今回の統一地方選挙、都構想という維新との戦いでもあり、また大阪市をなくすという都構想議論を終わらせる戦いです。今回のこの都構想、あまりにも内容がない、都構想の内容がほとんど市民の皆様には知られていないんです。知らせていないからです。あくまでも二重行政の解消するとか、大阪府と大阪市の権力を一つにするとか、そんなことしか言っておりません。これには訳があるんです。法廷協議会という場で議論させていただきました。そこで公明党はこの都構想の問題点を指摘をさせていただきました。大きな問題点、それは住民サービスが本当に悪くなるんです。これまでやってきた大阪市独自の施策、たくさんあるんです。幼児教育の無償化もそうですし、敬老優待パスもそうなんです。また子どもの医療費の助成制度、こういった制度っていうのはみんな大阪市だからこそできる制度なんです。大阪市をなくしてしまえば、当然権限も税収もなくなるわけですから、できなくなります。最低でも1500億円以上かかるんです。都構想こそ大きな無駄でございます。今回の戦いはこの都構想議論、終止符を打つ戦いだと。そのためにも、この八千代住むこの宮古島区のために、また大阪市のために、働きに働いてまいります。どうか皆様、この八千代住むさらに押し上げていただきたい。勝たせてください。どうかどうかよろしくお願いいたします。